我々はこの10年、二重行政の無駄は排除いたしました。大阪の経済、GDP を伸ばしてまいりました。大阪はそういう力が十分あるんです。これをぜひ制度として成り立たせたい。それが大阪都構想なんです。難しい話ではありません。11月1日、皆さんに判断をいただくポイントです。で、皆さんの力を結集していただいてね、住みやすいこの大阪を一緒に作っていきましょう。よろしくお願いします。